なに、のこのこ助けて、あ、のこのこありがとう。皆さんこんにちは、ダイダラです。マリオメーカー2、さあコース探してきます。スピードランからキープラン、ダブルランミックス。なんか前半が普通のスピランで、後半はね、走るだけみたいなコースらしいです。ちょっと今ドキッとした走るだけ、よし。意外と、おーっと、スピランの難易度も高くはなさそうかなと思ったけど、ちょっとむずいとこれ、ちょっと難しいけど、オッケー、スピランゾーンはクリア。あと走るだけ、キープラン行きましょう。ウェーイ。わからん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 、テレさん、俺すごい、俺めっちゃ上手い人みたい。よしよしよし、いいぞいいぞ。これ僕の普通のスピランです、皆さん、実は。さあこれでゴール。いや面白かったな、ここ。おお、結構やっぱ俺オートマリオっていうか通常のマリオするの好きなんだよね。ブラックエネミーズワイルド、読めんかった。黒い敵はいっぱいいるステージらしいです。スタート、いきましょう。黒い敵ってなんだろう。うわー、ブラックパックフラワーに、うい、ワンワンとかかな。オッケーオッケーオッケー。さあね、うまく下通って上通っていきましょうっていう感じ。これいけるか、よし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 。さあサクサクとブラックパックのゾーン次攻略。次鉄球マンか、鉄球マン。ねえ、鉄球マン、ちょっとちょっとちょっと、敵跳ね返ってくるのはダメだよ。これいけるかな、間に合う、よし。ドキッとした。はい、次。これは誰もいない、ここ。ああ、ああ、キラーかこれ。おおキラーが右へ左へね、よいしょ。でこれどうすんの。ああ、キラーくん、ほいで、おー、取れないと思ったけど、またこれもキラー踏む、あ、踏めなかった。これ狭くてむずくないですか。へい、オッケー。さあ、黒いところね、3つ目も攻略。でん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 、セーブだよ。さあ次、あとわかんねえ、ワンはボム兵もいるか、そういや。え、なになになに、あー、これボム兵避けるやつね。はいはいはい、よくよくあるボム兵タイム。よし、よけよけボム兵。ちょっとなんか嫌な、いやらしい、わははいやらしい石のブロックあると思ったらボム兵潰すよか、今のぬ。うおーっと、これどうすんの。あー、ててててトゲトゲ棒が来るまでに鍵集めて逃げろってことで、オッケーオッケーオッケー。ほい、入れました。ちょっと危なかったねまだある。おお、モートンだ、モートン。やべやべやべ。さあ1回目ダメージ与えた、2回跳ねて、うわっ、ちょ待って待って、いきなり待って、俺なファイヤーなくなったんだけど。3跳ね、うわ、また同じミス。でもこれで終わり。あぶねえ、ちょっと負けるかと思ったよ。さあ黒い敵たち、まだあるの。ラン、最後は走ろう。おーっと、来た、キラーたち、ワンワンたち。ね、最後スピランですね、これは。おい。で、ブラックパックも倒して、黒い敵たち、あーあー、敵も降ってきて。最後、おまけ程度のスピランでしたね。オッケー。というわけで、見事攻略完了。これ、演奏してるの分かった、今。あん、あん、あ、あん。すごかったな。恐怖のブラパ砂漠、ブラックパックのステージかな。おーっと、じゃあ時間が意外とに短いね。さあブラックパックが至るところにいて、その隙間をくさあ、ちょっと待って、もう今のダセー。くぐり抜けた後ちょっと待つ。オッケー。で、うわー、なんか下のやつうざいな、これどうすんだよ。ほい、いやいやいや、狭い狭い狭い、ビビった。オッケー。でまたブラックパックがピコピコしてて、ここすぐ出てくるのうざくないですか。下通ればいいんだね。よし、上じゃなくて下んで、またブラパー、早く下がりなさいよ。よし、さあブラパーの足場を乗って飛ぶ。もう終わりか、そろそろ。はい、ここな、おビビった今の。うわ、この速いのと遅いのが一緒にいるの、めっちゃむずい、めっちゃむずい。これどうすんの。うわあそこ足場あるな、よく見たら。この辺りの先だったよね、確か。俺が死んだとこって。うーい。この速いのと遅いのと。ここを止まれる。そう、ここの足場があるのに、なんで俺使わなかったんだよ。え、これ、えぐ。
ゴール最後ちょっとドキッとするが。というわけで勝ちまんじ。君ならどっちを選択する？どういうことやろ、選択式ゲームってことですか？ねえ、なるほど。お、まず僕がキノコを取って先へ進もう。これはキノコを取った未来そういうことじゃないんだろうか。で、行ってみますね。はいはいはい。ん？ヘルプ、助けてあげるかどうするかみたいな。ねえ、ああああ、あ、え、どういうこと？いいのか、助けたのか、わかんねえ。で、あ、右行くか左行くか。うわ、これ難しい。なんだろう、ノコノコを助けて先へ進むか、それともファイヤーフラワーを取ってハッピールート行くか。助けるっしょ。優しい、はい、優しい貴様の化身ダイダラはノコノコを助けて先へ進んだのでした。えらいね。ね、これさっきのあっちね、ノコノコ助けたルートです、今度は。はいはいはい。助けた場合はねえ、このオンオフスイッチを押したかどうかで判定してんだね。あ、めちゃくちゃ優しくなってるステージがほらめっちゃ優しいめっちゃ優しい、ちょれー、助けてよかった、いいことしてよかった。上も通れる、ほらファイヤーバーのところもなくなって、いいことあったねっていう、やっぱ人にいいことしましょうねってことですね。さあ次右行きましょう。む、さてドクドク言ってるけど右しか行かれへんけどドクドク言ってるから右行きますね。はい。で、何？あ、ノコノコだ。あ、ありがとう、いいことしたからね俺ノコノコくんのおかげでね先進めるようになったんですけど、え、どうすんのまたこれ。あ、ノコノコくんだ。あ、ノコノコくん、ありがとう、また助けてくれて俺を。だからノコノコくんと協力、あ、入りそこに、あ、よかった、ビビった今の。ノコノコが右上におるでノコノコくんありがとう、助けてくれた。お、ノコノコがいないとめっちゃめんどくさかったわけね今のステージ。何、ノコノコ助けて、あ、ノコノコありがとう。ジャンプで避ける、どうすんだこれ。ノコノコくん助けて、ノコノコくん回復アイテムを用意してくれてる。うわ、倒してくれた最強かよノコノコ、マジでありがとう。ありがとう、ワンアップまで。ノコノコくん、ノコノコくんありがとう、バイ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 。恩返しやったな、まさにノコノコの。あ、まだおるやん、バイ、ありがとうな、幸せに暮らせよはい、というわけで見事よし攻略だと思ったんですけど、なんだこれ。おお、そんな感じでノコノコを殴ったことに対して心が痛んだけど今。よし、これでエンド、簡単だったね今回は下ルートから来たのかな、わかんねえ。これもう一回やってみよう。で、今度はノコノコを見捨てるルートで行きたいと思います皆様。さ、ヘルプって助けてって言ってる人を助けないのがね、よくないですよね本当。でも僕は助けないね、フラワーが好きだ。うわうわ、めっちゃムズなってるこれめっちゃムズなってるやんここ。うおお、ビビるわ、ほら全部が全部難しくなってる。ちょ待って、君たちやめなさい、危ねえ、ちょ待って、あー、トゲトゲ棒まで来て、ファイヤーバーやばいっすよ。まあでもあのゲームが上手かったらなんとかなるので、ここのあたりは大丈夫っす。あ、右行けなくなってる、いきなり左だね、行きましょうか左へ。うわ、いきなりボス戦だ。あ、でも出てきた、クソ、めっちゃ強いし、しかもちょっと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 、ふめやっべ、ファイヤー撃つこともできねえ、よし、危ない、でも勝てたよ、別にノコノコいらねえじゃんっていう。ぬ、ノコノコだ、あ、なんかルートが全然違うな、ありがとうだな、バイバイノコノコくん、助けなかったけど、助けなかったけどフラワーくれるんだ、いいやつだなあいつすげえいいやつだった。あー、これで終わりかね。というわけで、あれ、え、なんでゴールできないの、
なんで？え？え？何？おお。ビビった。のこのこ助けなかったお前はゴールできないぞかと思った今俺。そこまでするって思ったけど、よかったゴールできて。どっちでもゴールできます。はい、というわけでこれで終わりましょうか。まあいいことすればいいことが返ってくるっていうね、当たり前のコースでしたね。はい、というわけで、まあ、今回ちょっと簡単めなコース多かったんですけどね、またなんかいろんなバラエティ飛んだコースまた遊んでいきたいと思います。また見てください。チャンネル登録しない方はチャンネル登録、高評価もよろしく。また次の動画でお会いしましょう。おつぽよ。